栗山駅は北海道夕張郡栗山町近四丁目にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号は栗。かつては急行、夕張の停車駅だった。かつては室蘭本線と夕張鉄道線が交差する駅として賑わいを見せていた。現在も駅前にバスターミナルがあり、交通の要所となっている。 ユニ駅から東駅まで伏線だが東駅から岩見沢駅まで単線となっている。1976年の栗山駅と周囲 1km1.5km 範囲。上が岩見沢方面。前年に廃止になったばかりの夕張鉄道の軌道跡がそのまま残されている。上端中央、室蘭本線から左上へ分岐していたのが、のっぽろ方面、下あたり駅裏より、 室蘭本線をまたぐ形で右下へ向かっていたのが鹿の谷方面。端式1面、島式2面の複合ホーム3面5線であったが、外側の島式1面2線が夕張鉄道用で、すでに使用をやめている。室蘭本線側1.2番線間に中線と3番、線外側に1本それぞれ対比用複本線を有している。 駅裏側には仕分けもしくは留置用側線が3本あり、そこから南側のコンクリート工場敷地に沿って引き込み線が伸びている。駅舎横は岩見沢側と追い分け側の両面に双方向から4本ずつ貨物、引き込み線が引かれ、特に追い分け側の貨物ホームはかなり大きい。またこのために単式ホームの岩見沢側はほとんど島状になっている。 駅標追い分け側にある、化学工場へも引き込み線が伸び、補線用車両の待機線がこの線と本線との間に敷かれている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。かつて、夕張鉄道線と接続していた頃は3面5線を持ち、1から3番線は室蘭本線、4から5番線は夕張鉄道線となっており、 それぞれのホームは、古戦橋で結ばれていた。夕張鉄道線の改札業務や切符の販売は、国鉄へ委託されていた。島式ホーム2から3番線には、待合室が設置され、同じく、島式ホーム4から5番線にはそば、うどんスタンドが設置されていた。夕張鉄道線廃止後、4から5番線ホームとそれに続く古戦橋は、撤去されたものの、 引き続き規模の大きい駅構内には、貨車が多数留置されているなど活気が感じられる、駅だったが、1980年代半ばに大半が撤去され、現在は必要最小限の設備を残されているのみで、ある。1番線と2番線の間に抽選があるが、使用されていない。また1980年代までは、乗り換え、のっぽろ方面という駅名標が3番線側に、 表示されたままとなっていた。夕張鉄道線等の線路があった西側は、日本高圧コンクリート工場の資材置き場などとなった。かつての改札口はホームへの入場用と出場用に分かれており、ホームへの入場専用改札口は駅舎内に設置されていたが、出場専用改札口がホームから直接出場する構造だった。1984年の簡易委託下により、 それまでの入場専用改札口が出入り口となり、出場専用改札口は閉鎖された。同時に改札業務は行わなくなった。駅舎は2000年に建て替えられ、町の交流施設、栗山カルチャープラザ駅と合築した複合駅舎となったが、この時キヨスクが撤退した。旧来からの古墙橋は撤去され、駅東西の連絡橋を兼ねた新たな古墙橋が、駅舎から 反対側のホームにそのまま伸びている。駅舎内にはエレベーターが設置され、段差もなく、設置されているトイレを含めて、バリアフリー構造となっている。また、2番線側から直接ホームへ出入りすることも可能となっている。駅舎内には、コインロッカーが設置されている。お岩景駅が管理し、栗山観光協会が受託する簡易宅駅。窓口では JR 線乗車券。 北海道中央バス乗車券、定期券、回数券、有鉄、バス定期券、回数券、栗山町営バス定期券、回数券を取り扱う。窓口営業時間は8時から18時まで。改札は実施していない。肉ッにより JR 線及びバス路線の案内放送が行われている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 駅前広場から駅前通り商店街、方面周辺は、栗山町の中心部である。栗山駅バス停3番、乗り場駅前広場は、バスターミナルとして整備されている。かつては、夕張鉄道のバス停のみが設けられていたが、1980年代後半より、長沼町 A バス及び、栗山町 A バス、2000年12月より、北海道中央バスの乗り入れが開始された。 路線は2019年4月1日現在、修繕されず放棄されたトンネル。ありがとうございます。